木曜日はサガリサーチアルファ。今日は武雄市にあるとある宇宙の話題です。今年の夏で開館25周年を迎える県立宇宙科学館。このほど施設の目玉の一つ宇宙発見ゾーンがリニューアルされました。オープンを前に見どころの一部を紹介します。その周囲に散らばる物質がぶつかり合い8つの惑星が形成された。その一つが私たちの暮らす星、地球だ。特別な宇宙科学館だと思いました。一回なんか宇宙飛行士になってみたいです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。武雄市にある県立宇宙科学館、あさってリニューアルオープンするのが宇宙発見ゾーンです。昨日関係者向けにオープニングセレモニーが開かれました。これは絶対人気が出るなというふうに確信しました。月とか火星とか冥星どこにでも行けます。多分ここだけだと思うんですね、日本で。今回のリニューアルは企画段階より宇宙航空研究開発機構JAXA から助言を受けていて、研究者の監修の下でリアルさを追求したアイテムもあります。子供だけじゃなくて大人もおじいちゃんもおばあちゃんもみんなが楽しんで、そして科学する、学んでいける場になってほしいなと思います。それでは皆さん順番にどうぞ。この日はオープンを前に地元の子どもたちが招待され、生まれ変わった空間を楽しんでいました。前よりももっとなんか楽しくて、なんかすごくいいなって思った。ここ夢銀河に何度も来てもらって、佐賀県から宇宙飛行士やノーベル賞科学者が出てきたらいいな、それを目指していきたいと思います。県立宇宙科学館は1999年7月県がおよそ80億円をかけ建設、九州で最大級の規模で夢銀河の愛称で親しまれています。これまでに550万人を超える来場者が訪れました。また宇宙科学館の名前がつく施設は珍しく、全国に4カ所しかありません。開館25周年を迎える節目の今年、その宇宙に関する展示がリニューアルされました。こちらが生まれ変わった宇宙発見ゾーンです。入り口入って目の前に広がる大きなシアターでは、宇宙の始まりから生命の誕生までを迫力のある映像で体感できます。ミッションが5つありまして、来られるお客様にまず疑問を投げかけて、それぞれを解消しながら宇宙に親しみを持ってもらうというのがこの宇宙発見ゾーンのコンセプトになっています。宇宙発見ゾーンには体験型を含む大小さまざまなストーリー性のある26の展示があり、遊んで学べるというのが一番のポイントです。こちらはグラビティジャンプ、ジャンプ装置を使って3つの星の重力を体験し、宇宙飛行士の気分が味わえます。重力が地球の6分の1となる月の歩行を体験してみました。わあ、今月面を歩いてます。すごい、前見ても下向いても月の光景が広がっています。映像とのリンクっていうのは全国的に見てもうちが初めてのアイテムになりますので、本当に臨場感のあるジャンプを楽しむことができます。そして重力が
地球の16分の1になる冥王星。実際に歩行をした人はいませんが、果たしてどんな世界なのでしょうか。わあ、おお、本当に行ったらこんなに飛べるんですか。うわ、落ちていくときすごいゾワゾワしますね。さらに JAXA が監修した展示も。こちらは現在開発が進んでいる宇宙ステーションに関連したもので、ステーションに物資補給機を送る管制官の任務を体験できます。未来できたときに、おそらく今回体験する子どもたちが、もしかしたら、あ、これ昔夢銀河でやったことがある操作だってことになるかもしれません。国の交付金も活用し、およそ 4.8 億円をかけた今回のリニューアル。開館から25年、当時はスペースシャトルが話題でしたが、今は火星を目指したり民間のロケットが打ち上げられたり、宇宙に対する認識は大きく変わっています。さらに新設が出たことで内容が変わってしまったものもあります。宇宙の分野というのがやはり日進月歩で、いろんな情報が常に新しいものが出てくるんですね。今年1月、日本で初めて月面に着陸した探査機や、つい先月種子島宇宙センターから打ち上げられたロケットなど、最新の資料も展示されています。最後にスタッフだからこそ知る楽しみ方も聞いてみると、すごい高さのある部屋になりますので、上を向いていただくとすごい綺麗な照明が見えていたりとか、あとは下を見ていただくと銀河の分布を表した宇宙の大規模構造になっているので、僕が小さな頃にその科学館に行って宇宙好きになったのと同じように、未来を担う子どもたちが佐賀県から世界へ宇宙へ羽ばたいていくために、いろんな新しい情報、そしてワクワクをお届けするのがこの科学館の仕事だと思います。県立宇宙科学館宇宙発見ゾーンのリニューアルオープンはあさって23日です。